金白者の戦い、金白者の戦い、金は、クシャの戦いは、1302年7月11日に、コルトレークにおいて、フランドル、ラン、フランデレン、A、フランダースの都市連合軍が、フランス軍を破った戦い。フランス王フィリップ4世がフランドルを併合しようと、した1297年から1314年まで、続いたの中で起きた、戦場に、 騎士の象徴とされた金白社が多く残されたため、この名がついた。地名をとって、コルトレークの戦い、フランス語、クールトレの戦い、バタイユでコートレイとも言う。ベルギーでは、フランドルの独立を守った戦いとして記憶されており、祝日になっている。戦士的には中世ヨーロッパにおいて、市民中心の不評軍が初めて重装機兵である。 騎士軍を破った戦いいとしてて知られている。もともとフランドルを含む低地地域、ネーデルラントは843年にフランク王国が分割された際、ベルダン条約により中フライク王国、ロタールの国に含まれたが870年のメルセン条約でフランドル等のベルギー地域は西フランク王国に併合された。しかしフランドルは ゲルマン語圏であることもあり、極めて独立性が高く、この地域を支配するフランドル博は国王に匹敵する力を持っていた。第四回十字軍の際には、フランドル博ボード案はラテン帝国皇帝となっている。しかし、フランス王権の強化とともにその力は相対的に低下していた。十二世紀以降、イングランドは良質で高級な羊毛を特産とし、その輸出先は、 フランドル諸都市であった。今日の北部フランスからベルギーにかけての毛織物産業は、ローマ帝国時代以来から著名であり、そこにイングランド産の良質な羊毛を大量に輸入することで急速に発展し、12世紀半ば以降は国際的な知名度を高めた。農村、工業原料、食料と都市、工業製品を相互に供給する商品経済がドーバー海峡を挟み、 大規模に展開されていた。イングランドで毛織物生産が始められるのは、この後14世紀後半以降である。このように、イングランドとフランドルは相互に密接な関係にあり、フランス国王によるフランドル支配の阻止は、イングランドとフランドル双方にとって死活的問題であった。イングランドにとっては、商品経済関係が成立している。以上。 直接フランドルを支配することで、イングランドを発展させたい思惑が生じた。フランスは集権化を開始しており、ギュエンヌ公領、イングランド王がギュエンヌ公を兼ねた、ブルゴーニュ公領、ブルターニュ公領と共に、フランドルは王国の統一と王権の強化のために克服すべき対象だった。したがって、同地における英雄物の衝突は不可避であった。 当時のフランドル博ギーは、豊かなフランドル地方を狙っている、フランス王フィリップ4世と対抗するために、娘を、イングランド王大使、エドワード、エドワード2世と結婚させイングラドと同盟しようと、諮った。これを知った、フィリップ4世は破談にするよう議員に強要したが、議員は、最終的にこれを拒否して、イングランド王エドワード1世と結んで反抗した。 1297年フィリップ四世はフランドルの併合を宣言し、バロア・ハクシャルル率いるフランス軍はフランドルを占領した。スコットランド侵攻を重視するエドワード一世が単独で講和したため、1300年にギーは捕らえられ、ジャック・ド・シャティオンがフランドル総督に任命された。しかし、その支配が過酷だったため、1三百二年五月十八日にブルージュ、 ラン、ウルハヘにおいて、市民の反乱が起こり、フランス人を虐殺した。そこで、フィリップ四世は、アルトワハクロベール二世を派遣し、鎮圧に当たらせたが、フランドルの諸都市は、同盟を結びこれに抵抗した。その結果、コルトレーク、フッツ、クールトレーでの衝突に至った。フランドル軍は7月9、10日にコルトレークの攻撃に、失敗した後、その近辺で、 フランス軍を迎え撃った。フランドル軍は市民兵が中心であり、不評9000人、騎士400人だったのに対し、フランス軍は騎士2500人、土球兵1000人、パイク兵1000人、その他の不評3500人の計8000人であった。当時は騎士は10倍の不評に匹敵すると信じられていた。周辺は溝やぬかるみのある地形で騎兵に不利であったが、 圧倒的優位を確信していたアルトワ博は攻撃を命じた。最初、フランス軍の不評が攻撃をかけ有利に進めていたが、騎士に先行を上げさせたい。アルトワ博は不評を呼び戻し騎士軍の突撃を行った。しかし、密集法人を敷いたフランドルの市民軍は統制が取れており、装備も良かったため用意に崩せず、逆に取り囲まれて次々と殺されていった。 当時の戦闘では、騎士は殺さずに捕虜にして、身の白金を取るのが普通だったが、市民軍にはその慣習はなく多くの騎士が殺された。アルトワク、ロベール、フランス軍司令官、ネスレ教ラウル二世イドクレルモンの最高幹部二人を、はじめとして、二人の元帥、ジャン二世イ、ドブリエンヌなど四人のク、ジャックドシャティオン等多くの貴族と千人近い騎士が、戦死したという。 戦場には騎士の象徴とされた金白車が多く残されており、フランドル軍はそれをコルトレークの聖母教会飾って勝利の印とした。フランスとの戦争はその後も続き、1305年のリール近辺のモンアンペベルの戦いでは、フランス軍が若干優勢であり、和睦と戦闘を繰り返しながら、フィリップ4世の死没の1314年まで続いた。 百年戦争時にもフランドルはオウムネイングランド側についており、その後ブルゴー入号国領、ハプスブルク家領、スペインハプスブルク家領となりながらも、フランス革命、ナポレオン戦争期までフランス領になることはなかった。軍事技術面では、単やり不評の密集渋滞が、側面防御を条件に、いかなる騎兵の猛攻にも腐敗であることを実証した、戦いとなった。特に、 それまで圧倒的優勢にあった封建聖騎士軍の調略を象徴する最初期の戦いであった。封建聖軍隊は直接の家臣でなければ主従関係が成立しないことから命令系統の一貫性に欠けていた。従軍は進化の封建的義務であるものの十二世紀以来主君に従軍するのは年に一回四十日程度が慣行だった。そのため、 砲剣軍は大規模な戦闘が不可能であった。また、14世紀当時の騎士は重装備であり、騎士自身だけでなく、馬の動きも鈍重で、長距離のかける層も困難だった。現代のベルギーでは、7月11日は、同国北部フラマン語共同体、フランデレン地域における祝日となっている。また、19世紀になって、フラマンの志士として楽曲ができ、現在は、 フランデレン地域の地域課である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。